の世界をあらゆる角度から徹底的に迫るリズミックボクシング。またまた TS イカリのインストラクターたちが街中へ繰り出した。リズボクを世の中に広めるために今日は天ヶ崎にある劇団がターゲット。数々の公演を手掛けている老舗だ。使命に燃えるインストラクターたち、熱血小橋を先頭に、そう、その胸の内は皆一つ。リズボクへの熱い思いが満タンだ。何も知らない劇団員たち、次の公演に向けての稽古の真っ最中だ。ピンと張り詰めた空気。突撃の状態、行くぞ。さて、いよいよ気合入れての突入だ。突撃リズボク会がもうすぐ目の前に迫っているのも知らずに、スタジオでは通し稽古がスムーズに行われている。そしてついに、突撃リズボク会のデモが始まった。突然のことに驚きの色を隠せない劇団員たち。それでもインストラクターたちはリズボクへの熱い思いを伝えようと全員が必死だ。今は目の前で何が起こっているのかを理解しようとするのだけれど、これは一体何なんですか。でもかっこいいよ、ワクワクするよ。これまた突然の提案に不安ながらも、めちゃやってみたいっす。はい、なんか足から痩せるって聞いたんですっごい今なんか興味津々なんですよ。やめてください。僕も参加したいよ。こなきじじいです。じじいでした。あれ、それでは今からリズミックボクシングをみんなと一緒に始めましょう。レッツゴーリズボク。期待に胸を膨らませて、はい、まずは足踏みです。左足から歩きます。歩く、歩く、左、右、左、そう、アシスタント前に乗ってますからね、見ながら。最初は簡単なフットワークから。インストラクターの丁寧な誘導でもうすっかり動きが様になってるよ。リズボクレッスンスタジオの誕生だ。今日は覚えたんで家に帰って
黙々とやろうかなと思います。もうすごい、お母さんがすごい大ファンで、あもう汗がベトベトです。あとなんかあのストレス解消にもいいかなと。弾む声、流れる汗、みんなで感じる楽しいひととき、それはディズニックボクシングがくれた宝物。インストラクターにも熱い視線が集まる。皆さんかっこいいって、ああいうなんかお姉さんのような体験になりたいなって思いました。かっこいい体なのでちょっと憧れました。リズミックボクシングでその、まあ、出てたお腹であるとか特に下半身も効かないんですけど、それがこういうボディにすることができたっていうことで、私もインストラクターになって皆さんに伝えようと思って、今はそのやればやるほどそのどんどん体型は綺麗になっていきます、間違いなく。ママです、まあ、いいですよね、体つきが。僕あのインストラクターになりたいです。リズボクが与えてくれた心の交流、楽しい空気、そして一体感、こんなにフレンドリーでピースフルな気持ちにさせてくれるエクササイズが今まであったでしょうか。ご褒美があります。これとで今絶賛発売中のビルです。この4巻セットになってますけどね、これを見てぜひ皆さんでまた一生懸命練習して、今度会う時には完璧にできるようにしてみてください。またあのぜひね、梅田の方の TSD 仮ジムにもね、ぜひあのお越しください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はじめはあんまうまく乗れるかなと思ったんですけど、やってるうちに、ちょっとテンションも上がってきて面白かったです。上半身で動くことあるんですけど、下半身って結構動かなかったんで、もうすごいなんか今でもすごいなんか燃えてるぞっていう感じで脂肪が燃えてる感じで、うん、なんか痩せそうです。頑張ります。夏に向けて頑張ります。今まで結構ジムとかよく通ってたんですけど、やっぱりしんどくってやめちゃうんですね。でも今回は本当に楽しかったんで、本当にまたやりたいなって思いました。こんだけ汗かくことってあんまり普段の生活でないんで、すごいすっきりしました。引き締まった感じがして。はい、お疲れ様でした。それでは次はぜひ TSD カリのスタジオでお会いしましょう。さようなら。さようなら。今日ここで起きたことを彼らはきっと忘れないだろう。インストラクターたちの熱い思い、そして爽やかな笑顔、高橋うちのオリジナルエクササイズリズミックボクシングで皆の気持ちが一つになったこと、そのことがまたプラスのエネルギーとなって皆に染み込んでいったに違いない。一番の宝物はインストラクターと皆の間に温かな心の交流があったこと。使命を遂げた彼らはまた街中へと消えていった。次はあなたのところに突撃リズボク隊がやってくるかもしれない。そして TSD カリでは今日もインストラクターたちが情熱を持ってリズミックボクシングを伝えている。多くの人と共に汗を流し、新しい明日にチャレンジしている。彼らを通してリズミックボクシングは本当に大勢の人たちに伝えられているのだ。さて、先週特集した高橋内野の理論、なんと水墨でゴルフが上達する、それが本当かを検証するコーナー。この8月にプロテストを受けるゴルファー吉川さん、スコアアップのためにと広田さん、そしてプロを目指す宮武さん、この3人を相手に高橋内野が水墨でゴルフがどれだけ上手くなるかを見せてくれる。いよいよ前代未聞の新しい試みがスタートした。リズボクで鍛えた筋肉がゴルフにどう影響を与えるのか。この時の張りが非常に重要な、そのゴルフに対してのやりがいもかなりプラスになってますね。70代とにかく出したいんですよね、見ること聞くこと全てが僕にとってプラスになると。リズミックボクシングはこんなに多くの可能性を持った誰にでもできるエクササイズだった。そして最強なのは多くの人を幸せにするプログラムだということ。さて、耳寄り情報、自分の部屋でシェイプアップできるリズミックボクシングレッスンビデオ、ただいま好評発売中。創始者 DU 自らが指導、その第1弾の4タイトルは、
初めての人のためのリズボク入門編。とにかく足が綺麗になりたい人のための美脚リズボク編。特にウエストを細く引き締めたいあなたにウエストシェイプリズボク編。思いっきり汗をかきたい人にレッツゴーリズボク編。1巻2800円、お得な4巻セットは10,000円。お問い合わせは TSD 仮各店までどうぞ。リズボクは誰にでもできる。楽しくいっぱい汗をかけて足から綺麗に痩せれます。せーの。今日は女性インストラクターを紹介しよう。ほんとそうねんて。金沢弁が抜けないそうねんて優子。全部家の中ピンク、ね、鋭く指摘ツッコミ馬上。いつも元気いっぱい天然松本。お電話待ってます。リズミックボクシングおよび TSD 格闘技の3レッスン無料体験チケットをなんと漏れなく全員にプレゼント。今から30分以内に梅田店6346-1311か宮古島店4253-1087までお電話ください。明日以降は午前11時より受け付けます。またホームページでは24時間受付中。アドレスはきれいに痩せる .com かカタカナでリズミックボクシング。携帯電話からのアクセスも OK です。 This program is presented by 高志うちのプロデュース TSD カリーリズミックボクシング。それはボディを美しくデザインする究極のプログラム。足からシェイプアップ。 リズミックボクシング。高橋うちのオリジナル。大阪駅前第3ビルで大ブレイク。綺麗に痩せる .com TSD カーリー。足からシェイプアップ。リズミックボクシング。高橋うちのオリジナル。大阪駅前第3ビルで大ブレイク。綺麗に痩せる .com TSD カーリー。